スコット・ペリー、スコット・ペリー、スコット先生としても知られるスコット・ペリーは、UCLA の卒業生であり、アメリカ英語の発音強制トレーナー、言語学者、いくつかのビジネスオーナーであり、投資家でもあります。日本人向けの発音スペシャリストとして30年以上のキャリアを築いているスコット・ペリーは、元株式ブローカーでもあり、さらにヘルスケア、小売製品、 およびテクノロジーの民間企業の所有者でもあります。アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ生まれ、現在はハワイのワフ島を在住。最初に英語の指導に当たったのは1986年 UCLA。そこでボランティアで日本人交換留学生に英語を教えたことがきっかけで言語学、演出家への関心へつながり、発音指導者になるきっかけとなる。 卒業後、当時の文部省に英語教師として日本に招かれ、熊谷市の中学校で英語を指導。その時、英語スピーチコンテストに向けて二人の生徒を指導することになった。彼の指導後、その二人はコンテストで勝利し、全日本スピーチコンテストに出場。この成功により、優れた発音指導者として知られるようになる。その後、英会話学校を経営。 彼は多くの日本人が苦手。現在はアメリカ、ハワイのオアフ島に在住。現在まで数々の国際企業での指導のほか、近年では日本での一般向けのセミナーのほか、ハリウッドや日本のエンターテインメント業界にて俳優、シンガーなどに、作家活動、映画、音楽界においての発音コンサルタントなど年々、指導の幅が広がっている。2012年、 彼の指導メソッドに基づいたカリキュラムの英語トータルスクールスコットペリーアカデミーを設立。彼の発音指導は他にはない日本語と英語との発音法の違いを明確にしたもので彼の指導を受けた多くの人をネイティブのアメリカ英語の発音へと変えている。また実際の生徒の声を発表することによりその成果を証明し国際企業や日本の教育機関 そしてハリウッド映画界や日本のエンターテインメント界からの確固とした信頼を得ている。2001年から2004年ソロモン・スミス・バーニーの財務顧問及び株式な加害人、国際的なオフショア投資及び投資銀行業務の遂行、2012年よりバイリシスグループの過半数株主、バイラステクノロジーシンクタンクでは様々な分野の未来技術の研究開発に焦点を、 当てています。2013年より、ペンシルベニア州ピッツバーグのハーモニーケアサービス精神障害者及び聴覚障害者向けの24時間ケアサービス施設のオーナー。ファーストハイブハニーカンパニーの過半数株主。マヌカハニーとマヌカ関連のヘルスケア製品の世界的な流通を手掛けている。彼は25年以上にわたり、日本語の発音と、 アメリカ英語の発音の違いを研究し徹底的に比較することでスコット・ペリーメソッドを開発し指導しているこのスコット・ペリーメソッドは日本語と英語の発音法を比較することで日本人がどのようにすればネイティブのように話せるのかを明確にしその方法を的確に指導するため日本人生徒の発音を確実に変えることができる日本人は英語を聞いた時に頭の中にある カタカナボックスで無意識のうちにカタカナに変換してしまうというカタカナボックスのコンセプトを2004年に作った多くの日本人は英語の単語を見た時にカタカナの音と結びついてしまっているので正しいアメリカ英語の音と結びつくようにするために2002年にコーディングメソッドを開発して使用し2015年に再発行したスコット・ペリーメソッドでは発音の基礎はもちろん ブレンディングやサウンドライティング、英語のリズム、高速リスニングなどネイティブのような発音で話すために必要なすべてのことを学習する。スコット・ペリーは CNN やナショナルニュースで聞くようなスタンダードなアメリカ発音を徹底的に教える。スコット・ペリーは近年ハリウッド映画、独立系映画、コマーシャル、ドラマなどで活躍する俳優たちに発音トレーニングを依頼され、 多忙な日々を送っている。彼は、ダイアログコーチだけではなく、日本人の俳優専用のプライベート、発音コーチとして、映画などで、キーとなるような大きな役を持つ俳優などに、発音トレーニングを行っている。たくさんの才能ある俳優たちが、ハリウッド進出を試みているが、素晴らしい才能を持っていても、英語の発音が彼らの足を引っ張ってしまう。主要な役には、ディレクターたちは、 完璧を求めるからだ。そういった俳優たちがスコット・ペリーの元に来て、彼は彼らが才能を最大限に活かせるように手助けをしている。数多くの日本人有名俳優の英語発音指導をしてきたスコット・ペリー。彼が指導した俳優たちはハリウッド映画の大作で活動している。ほとんどの場合は俳優がスコット・ペリーの生徒たちの完璧な発音を聞き、 直接彼に依頼をする。彼が指導をし、ハリウッド映画やドラマ、コマーシャル、音楽 CD などで完璧な発音を披露している芸能人は20名以上。中には完璧すぎるアメリカ英語を日本人という役柄の設定上、わざと日本語なまりにしなければならなかった俳優もいたらしい。日本でも大きな話題となったヒーローズに出演した中村さえみも、 彼の教え子の一人、韓国人女優キムテヒも自身の英語力を磨くために彼の指導を受けた。2013年12月に公開された47ロニンでは彼の指導力を認めたユニバーサルピクチャーズから依頼を受け、日本人キャストの ADR、ER、のダイアログコーチも務めた。スコット・ペリーは海外デビューなどに向けて完璧なアメリカ英語の発音で歌っていきたい、もしくは その必要がある、プロフェッショナルシンガーのための発音指導も行っている。リスニングパワー2012年インフォートップ。 電動入り雑誌 http://www.infotop.jp/.html/.cmp/.dendo2012/.item02.html-infotop2012 ht 年電動入り商品。ありがとうございます。